はーい、藤子です。今日はね、さっき農協行ったらこんなカリフラワーが売られててさ、私カリフラワーってそういえば調理したことないなぁなんて思って、これをね、無難に今日はピクルスにしてみようかなと思いますよ。では、まず鍋に水を入れて、沸騰させていきます。ではカリフラワーを小房に分けてみましょうかね。ではひとまず茹でます。はい、では沸騰してきたので、ここからさらに3分茹でていきます。で、水を 100cc と酢ね、酢をどうしようかな。80cc で、塩を小さじ1。砂糖大さじ3。で、茹だったかな。どうかな。ちょうどいい大きさに茹だってるので水気を切っていきます。で、あったかいうちに加えていきまーす。で、ローリエと胡椒を10粒ぐらいね入れて、ひとまず冷まします。はい、ではまあね、粗熱取れたので器に持っていこうと思います。はい、ではね、ちょっと味見してみましょうかね。この茎の部分で食べるのかどうなのかちょっと分かんなかったんだけど、食べれるね。いただきます。ちょうどいい硬さだね、これ。美味しゅうございますよ。今カリフラワーが手に入ってどうしようかなって思った時ね、ピクルス無難に作ってみたらいかがでしょうか。ご参考になりましたら幸いでございます。いつも見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた、バイナー。